ジャン・クリストフはロマン・ロランによる長編小説。前十巻からなり、1904年から1912年にかけて、シャルル・ペギーが創刊した雑誌、半月手帳に発表された。ロランはこの作品によって、ノーベル文学賞を授与されている。ベートーベンやミケランジェロなどの伝記を書いていた著者があらゆる国の悩み、戦い、 それに打ち勝つ自由な魂たちに捧げて執筆した大河小説の先駆けをなすものでドイツライン側中流のショート界に生まれた音楽家クリストフを主人公に3代にわたる100人を超える人物が登場し当時の西欧社会を描き出そうとした作品主人公ジャンクリストフはベートーベンをモデルにしていると言われているジャンクリストフはドイツはライン側のほとりに 宮廷音楽家の父の長男として生を受ける。幼少時から音楽の際に恵まれ、怠惰だが野心にある父の厳しい手ほどきを受ける。様々な出会いを経験し、時には極貧にあえぎながら、クリストフは作曲家として大成して行く。クリストフはフランスへ出て作曲家として名を成していくが、音楽界における党派の横行。 音楽家と批評家の裏取引といったものにクリストフは厳しい批判を浴びせる。ロラン自身の党派性や情実に満ちた社会への批判が込められている。乳幼児の頃のクリストフ。祖父、両親、兄弟たちの描写。大酒飲みの父と優しい母という不似合いな夫婦。貧乏であったこと。家政婦の手伝いに呼ばれた母について行き、金持ちの子供らに意地役をされ。 初めて不正を知ったこと。ゴッドフリー当時との出会い。ピアノとの出会い。モーツァルトのような振動に息子を育てようとする。父の厳しいレッスン。大公殿下の御前演奏会を行うが、父親をはじめとする大人たちばかりが喜ぶ中、クリストフは一人で眠ってしまう。少年期のクリストフ。祖父の死。ますます乱れる、父の生活。困窮も極まる。 家計を助けるため、クリストフは劇場の出稽古などに出て稼ぐほかなかったが、父の浪費に号を煮やしたクリストフは、父の給料を自分が受け取れるようにしてしまう。そして父の死。彼の少年時代はこれで終わった。父の死で家を失い、クリストフはオイラー家で母親と暮らし始める。俗物的なオイラー家の人々の描写。そこで、信仰の喪失を味わう。 オイラー家のそばに住んでいるザビーネとの恋愛、そして彼女の死、協力的なアーダとの肉体を伴った付き合い。しかし、弟エルンストと,とアーダとの密かな関係を知って、クリストフは深く傷つき、酒に溺れるようになるが、そんな時に、おじのゴットフリートと再会する。英雄というのは、自分ができることをする人のことだというおじの言葉で、クリストフは立ち直る。 既存の音楽に嘘を感じたクリストフは行動を始める。その嘘は彼が最も大事にしている作品の中にもあった。クリストフはその誠実さから巨匠たちの音楽を公然と批判し出す。そんな時、クリストフの新作の演奏会が行われる。その音楽は斬新なものだった。演奏家は戸惑い、聴衆は呆然とする。歌曲では歌手が音楽を 全く理解できず自己流に歌い出す。クリストフは演奏を止め、もう一度最初から歌わせる。これによりクリストフは完全に聴衆を敵に回してしまう。そんな中、クリストフはたまたまフランス人一座のハムレットの剣を手に入れ、あまり気乗りしなかったが劇場に出向くと、劇場の前でうろうろしている女性がいた。その女性はフランスから来た家庭教師で、 母国語を聞きたくて来ていたのだった。クリストフは親切心から一緒に見ないかと誘い、一緒に劇を見ることになったが、それが小さな町で噂となり、家庭教師の職を失うことになってしまった。この家庭教師こそ、後に、修正の友となるオリビエジャナンの姉、アントワネットであった。クリストフは、言論の場を求めて、社会主義の新聞に文章を投稿してしまう。そのことが、 大公の怒りを買ってしまう。もう誰も、クリストフを守る者はいなくなった。そんな中、クリストフの作品が支援にかけられる。デタらめな演奏で、聴衆は湧き立つ。演奏が終了した時に指揮者は、学生ブラームスを批判する人間を見せしめにしたのだと、言って、指揮台を離れる。さらに小都会の人々の意地悪さから、最後の友人まで奪われる。 クリストフは窒息しそうだった。そんな時、子供の頃に一度だけ会ったことがある、大音楽家のハスラーに会おうと思い立つ。彼なら自分の作品と生活を理解してくれると信じて。クリストフは早速ハスラーに会いに、ベルリンへ赴くが、彼はかつてのハスラーではなく、クリストフの話を聞いても皮肉な一言を発するだけだった。しかし、クリストフが 自分の作品を弾き出すと一転して驚く。そこに真の独創的な個性を聞き取ったからだった。だが、クリストフのある言葉を聞いて、我に帰り、また皮肉的な態度に戻ってしまう。クリストフは失望して、ベルリンを一刻も早く離れようとするが、駅である地名が目に入る。それはクリストフに熱烈な手紙を送ったシュルツ老人のいる街だった。 クリストフはシュルツに会いに行き、心のこもった歓迎を受ける。晴れ晴れとした気持ちでキトに着いたクリストフは、偶然にも、ゴットフリート王子が死の直前に立ち寄った家に宿泊する。家に戻ったクリストフを待っていたのは、ドイツを追われるという運命だった。母親の反対を押し切って、故郷を出ようとしていたクリストフは、一度は母の情に負けて、出国を諦めるが、 中東していた軍隊との衝突に巻き込まれ、パリへと亡命することになる。クリストフはパリに到着した。早速ドイツ人の知り合いを訪ねて、音楽の個人教師の口を教えてもらおうとする。少年時代の旧友は迷惑まるが、シルバン・コーンは愛想よく迎える。コーンは学府出版社の末端の仕事をクリストフに紹介するが、クリストフはそれを断る。コーンはクリストフを パリの様々なグループに紹介していく。そんな中で音楽評論家のグージャールと出会う。コーンとグージャールはクリストフをパリの様々な演奏会に連れて行く。無秩序で様々な党派の音楽群。また、ドイツ人のクリストフから見れば無節操なパリの文学会、そして演劇、地、批評会。クリストフは有力者ルーさんのサロンに招かれて新作を作曲する。 そして模様される演奏会はルーさんの愛人の歌手のためのものであった。そのことを知らず、その歌手を痛烈に批判したクリストフはルーさんとも仲違いする。なんとか初演まではこぎつけたものの、事情を知っている聴衆のヤジに会う。演奏会でピアノ独奏を担当したクリストフは、マルブルーが戦争に行ったの一節を引き、諸君にはこれが、 お似合いだと言い捨てて会場を後にする。またしても世間の完全な沈黙。コレットのサロンで後に重要な友となるコレットのいとこのグラツヤと出会う。彼女はクリストフが避難された演奏会では数少ない彼の味方だった。だがクリストフは彼女には関心を払わない。そんな世間の沈黙の中でクリストフは一人の青年詩人と出会う。 中世の親友オリビエ・ジャナンである。フランスの地方の旧家ジャナン家の物語。父親は裕福な銀行家で、子供たちは何の苦労もなく育っていた。姉のアントワネット弟のオリビエ。長父が陶器に手を出して、ジャナン家は破産し、父は拳銃自殺する。母親と子供の三人は町を逃げるように去り、パリの親戚をあてにするが冷たく拒絶される。 母親は必死で働くが振動で病に倒れて死んでしまう。残された子供二人で生きていかねばならなかった。アントワネットはオリビエが高等師範に入ることを生きがいに必死で働き始める。そのためには遠いドイツでの家庭教師の仕事を引き受けざるを得なかった。アントワネットはドイツでの孤独な生活の中でクリストフと出会うが、そのために家庭教師の口を失い、 パリに戻っていた。指定はパリの演奏会でクリストフが聴衆の野次にさらされている場面に出会う。アントワネットはドイツで会った男だとすぐにわかる。オリビエは一回浪人して高等師範に合格する。それを待っていたかのように姉は死んでしまう。姉の遺品にあった手紙からオリビエは姉がクリストフに思いを寄せていたことを知る。オリビエはある夜会で クリストフと出会う。こうして二人の友情に満ちた生活が始まる。クリストフとオリビエは六階建てのアパルトマンの一室で共同生活を始める。オリビエとの生活。精神的には豊かだが物質的には貧乏な日々。俗物のレビクールとの決闘。その建物内の様々な住人の描写。クリストフは知らず知らずのうちに全員に影響を与え始める。ユダヤ人の目。 音楽に対する愛情が、シュルツ老人を思い起こさせる、アルノー夫妻。愛入れないと思っていた民主的な神父のコルネイユ氏と、貴族的な革命家のバトレ氏。電気工のオーベール。元軍人のシャブラン・少佐とその娘のセリーヌ。義士のエルスベルジェ。クリストフは孤立した生活を送っている彼らに、意図しないままに繋がりを与える。クリストフは、オリビエとの共作で、ダビデを作曲する。 その作品は好評で、クリストフの成功の先駆けとなる。そんな時、ドイツにいる母親からクリストフに短い手紙が届く。具合が悪いから来てくれという内容だった。オリビエは、呆然としているクリストフの面倒を見て、クリストフを先にドイツへキス。クリストフは臨終に間に合い、母親はクリストフの目の前で池を引き取った。後から駆けつけたオリビエと一緒に葬式を出し、 関係に捕まらないうちにドイツとフランスの国境に出る。二人は森の中をゆっくりとフランシスコ派の修道士のように歩き出す。クリストフはパリで次第に有名になっていく。新聞に発見されたのだった。その頃オリビエは資産家の娘ジャクリーヌと恋に落ちる。クリストフはオリビエを応援し、二人の行く末を祝福する。やがて、 オリビエとジャクリーヌは結婚する。二人が新婚旅行に出かけた後で、クリストフは自分の部屋に帰り、俺自身のいい半分が幸福なのだ、とつぶやく。クリストフは世間の騒ぎを嫌って世間に門を閉ざす。そして同じアッパルトマンのアルノオフサイトの友情に心慰められる。また、セシルというピアニストと友人になる。彼はセシルの声の良さに着目して、 声学のレッスンを行う。地に足がついた生活力を持つセシルはクリストフと相性が良かった。だが恋愛関係には至らない。オリビエとジャクリーヌは最初は製品の生活を目指すが、やがてジャクリーヌはそんな生活に飽きてくる。オリビエはジャクリーヌの父の力でパリに引っ越すが、もはや二人はかつてのようには愛し合えなかった。 そして金持ちの身分になったオリビエは以前のような施策ができなくなった。クリストフは一人で孤独だった。オリビエとの友情は続いていたが以前のようには会えなかった。そんな中、クリストフは新聞社のパトロンと仲を違えてしまう。世間からの猛烈な攻撃。ところが攻撃が急に止んで、好意的な批評が現れ始める。ベレニリ伯爵夫人となっていたグラツヤが世論を 動かしたのだった。しかしまもなく、グラツヤは、アメリカに旅に出てしまう。そんな時、不意にオリビエが戻ってくる。ジャクリーヌが愛人と出本してしまったのだ。抜け殻のようになってしまったオリビエをクリストフとアルノー夫人が看病する。やがてオリビエは徐々に回復していく。クリストフは労働者階級の集まりに顔を出すようになる。オリビエは、民衆の中にあっては、 窮屈だった。そんな中、オリビエは、靴屋の小僧をしていたエマニュエルという子供を知る。エマニュエルは、自分では気づかずに、オリビエの大きな影響を受ける。オリビエがクリストフと親しくしていると、嫉妬するくらいだった。その年の命令にクリストフは、群衆の見物に、オリビエを誘う。オリビエは外出したくなかったが、結局クリストフについていく。 群衆がたくさん集まっていた。オリビエはそこで見張り台から落ちたエマニュエルを助けようとして警官とも見合いになり、そのことがきっかけで暴動が始まる。オリビエは暴動に巻き込まれて死ぬ。そしてクリストフは警官を殺してしまう。クリストフはまたも亡命する。今度の亡命先はスイスだった。クリストフは顔見知りだったイシブラウンを頼りとする。最初は、 巨奪状態だったクリストフは精神の底に何か破壊されたものを抱えながらも次第に回復していく。そんな中でクリストフはブラウンの妻アンナと愛し合うようになり、ブラウンに対して罪悪感を感じる。アンナは狭い街の社会の中で監視されていること、そして何より子供の頃から厳しくしつけられていた宗教生活によって罪悪感を感じる。 二人はついに行き詰まり、侵入しようとするが果たされない。アンナは精神的な傷を負って寝込んでしまう。逃げるように、ブラウンの家を出たクリストフは、壁地の農家に隠れ住む。クリストフは想像力を失ってしまい、しばらくもがいた後、想像の神が再び彼のもとを訪れる。クリストフは、自分の芸術の新しい境地に達し、同時に自分を取り戻す。 クリストフは年老いた。そして成功していた。もはやドイツもフランスも出イる自由だった。クリストフはスイスでグラツィアに再会する。彼女は夫に先立たれて一人意味だった。クリストフはやっと一人でいることから逃れられた。二人は互いに好意と尊敬を保ち続ける。クリストフの若い頃の激しさを知っているグラツィアは彼が穏やかになっていることに驚く。 グラツヤアはクリストフを束縛しない。クリストフはローマからパリに移って仕事を続ける。エマニュエルと再会するが、エマニュエルは気難しくクリストフを拒絶する。そんな中でオリビエのイジジョルジュが訪れる。クリストフは彼の中にオリビエと似た面と異なった面も見出す。新しい世代は猛烈に忙しいのだった。グラツヤアにはオーロラとリオネロという指定の二人の子供がいた。 弟のリオネロは母親の心理を読むのに長けていたので、グラツヤがクリストフに心惹かれているのをすぐに察知する。彼は化病を使って母をクリストフから引き離そうとするが、ついには本当の病気にかかって死ぬ。その間の看病でグラツヤは健康を損ねる。ある日、ジョルジュとエマニュエルがクリストフの部屋を訪れていた時に一通の手紙が届く。 クリストフは手紙を見て自分の部屋にこもる。5分ほどして客間に戻ってきたクリストフはとても穏やかな顔をしている。ジョルジュは後にグラツヤが亡くなったことを知った。その後、クリストフは作曲家の裁判年にふさわしい作品群を生み出す。クリストフは思い出深い地を旅行して回る。今は工業都市となっている故郷ドイツの小さな町アンナがいた。 スイスの街。ジョルジュとグラツィアの娘オーロラは互いに惹かれ合っている。クリストフは微笑ましい光景を内心微笑しながら見守っている。やがて二人は結婚する。クリストフは今や一人だった。エマニュエルと手紙のやりとりを通して付き合っているだけだった。クリストフとエマニュエルの友情はパリでは伝説となっている。クリストフは肺炎にかかり、死の床で音楽を聴く。 そして、音楽の中で、彼は死ぬ。新しい日を夢見ながら。ローランド、ロマン・ジーン・クリストフ。カタログ .bnf.fr、ビブリオテック・ナシノール・でフランス。2020年7月18日、閲覧。ベルナール、デュー・シャトレット、ジーン、クリストフ・デロマン・ローランド・パロット・ EN ・ホイトンを、カジズ・デラカン・ゼーヌ。 フランスアーカイブス、アーカイブスでフランス、2020年7月18日、閲覧、後藤義弘、中井正一のメディア論学文社、ありがとうございます。